アメリカ式でゴム編みをするときの糸さばきについて解説します。ゴム編みというのは表編みと裏編みを交互に繰り返す編み方です。フランス式の場合は自然な流れで糸を針の前後へ持ってくることができるのであまり意識することなくスムーズに編むことができます。一方アメリカ式の場合は少し問題があります。 例えば表編みをすると糸は針の向こう側へ来ます次に裏編みをするためにはこの糸を手前側へ持ってこなければいけません裏編みをした場合も同様に次に表編みをする際には糸の位置を変える必要があります毎回糸の位置を調整しなければならないのはちょっと面倒ですね そこで編んだ後に糸の位置を変えるのではなく編む動作の中に位置調整を組み込んでみましょうまずは表編みの後に裏編みをする場合を説明します表編みをした後編み目を左針から外す前に親指側面を右針に当てておきますそして編み目を左針から外した後親指側面を針がスライドするように手を手前に引きます こうすると糸が手前側に来るのでスムーズに裏編みへと進むことができます次に裏編みの後に表編みをする場合を説明します。 普通に裏編みをすると、右手を回して針を入れた段階で、糸は針よりも右側に来ます。よって針を入れる前に、糸が針よりも左側へ伸びる位置へ手をずらします。そうしておいて手を回し針を入れると、糸が向こう側へ来るので、スムーズに表編みへ進むことができます。 一連の流れを続けてやってみましょう。動きを途中で止めることなく連続して編むことができていますね。 以上アメリカ式でゴム編みをするときのコツでした少し手の動きを工夫すればアメリカ式でもフランス式と同じくらいスムーズにゴム編みができるのでぜひ参考にしてみてくださいご視聴ありがとうございました